ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたんは俺だけやなかった。お前って何者なんや？コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたるけど、その前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話、もっと早言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。
まあ、嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店だけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べ。オデッセイだけで試合は盛り上がらんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああ、せや、真島はん。ああ、んた、キャバクラにはいかがりますか。キャバクラ、ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんで、キャバクラいうようになったんや。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所苦しい言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ、けどあかんかった。なんやと。ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味をな。チート喋りすぎましたわ。ほな、おい、おのれ。
ぜや。邪魔や。誰お前、何しに来た。黙っとったら何も分からんで。私関係ない。リさんの着替え取りに来ただけ。リの着替え。ほなお前、ここの店長の居所知っとるのか。リはどこにおる。無事なんか。リさん今私の病院いる。なんや、おっさん医者か。この辺りの中国人みんな私の病院来る。李さんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや。いや、でも俺は李の味方や。先生、あんたここにおった誠という女知っとるか。誠知ってるよ。李さんあの子のこととても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わ、分かったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院闇医者っちゅうことか。もう言っていいか。いや、俺が探しとることをリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと。そない怖い顔すんなや。あんた俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。
そんなん通るわけないやろが。そのとん当たりや。うわ、そりゃないよ、リさん。お前下手すぎや。萌え、そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんが。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔見ただけで何がわかるっちゅうねん。オンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。誠は怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せえ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん、大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろか。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮は選んでぶちかましたれ。Hey!
なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちーと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんねやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな、住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな、口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの檻に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火も刺さんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結託そ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったら。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあない要さんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のことを殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬じみた手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。
どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか。わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ？キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか？あんたがあのグランドの？飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は？真島五郎や。おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ、あの話も全部聞いたの？ああ。長いこと偉い目に遭ったんやなお前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう、辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。
こんなん言うても慰めにならんか。あ、そのなんや、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうかなあ。昨夜から何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。Oh!